人の印象はファーストコンタクト。仕事柄、いろいろな人と出会う。もちろん、話さないとわからないことも多い。初対面の出会った瞬間に人の印象はほとんど決まる。例えば、覚悟を教えてくれた刑事。彼と会った時、僕はいつものようにぐっと強く握手をした。普段、誰と握手をしても自分の方が強く相手の手を握っている感覚があるが、彼との時には巨人に握られているみたいだと感じた。優しくて大きな手に力強く握られ、この人やばいなと直感で感じた。握手の仕方にも人間性は現れる。ただの形式でとりあえず的な握手をするな。出会いを喜び、覚悟や感謝を伝えるべく思いを乗せて相手の手を握れ。それもまたファーストコンタクト。飲みの場のファーストコンタクトも同じく大事。まだまだガキンチョだった32歳の頃、ヨシキの紹介で A 会長と呼ばれるとあるフィクサーとクラブで一緒に飲むこととなる。ヨシキが僕を紹介する。弟のガクトです。すると会長は、まあ座れ、と隣の席をバンバンと叩いた。そして大声で、おいガクト、お前何飲む？ワイン好きなんだろ？何がいい？お前の好きなやつ開けろ。開けたい酒は全部開けろ。と、初対面でかなり高圧的なパンチの効いた挨拶だった。正直、マジか、と思った。